け尊敬するよ。やっぱ誰かいんの？ごめんなさい、ごめんな。じゃなくて人の声。助かった。あの、助けてください。私昨日からずっと道に迷ってて。おお、昨日の市民団体の人じゃん。え、うわあ、女神。待って待って、逃げないで。この際誰でも言ってくれた方がいいからさ。あ、ごめん、大丈夫？どうしてって、普通にお仕事だよ。私は真面目で模範的な女神だからね。それはないけど、真面目だったら私がこんな活動を始めることなかったですし。なかなかきついツッコミを入れてくるね。ごめんなさい、私ごときが生意気な口を聞いてしまいまして。まあいいんだけどさ。そっちはひょっとして昨日逃げ出してからずっと迷ってたの？私が心配することじゃないんだけどさ、市民団体の代表なんだよね。そっか、やっぱり。でもその方がいいよ。そっちがしっかりしてると私のお仕事が増えちゃうもんね。そんな。で、なんか私ばっか話してるね。そっちのこともお話ししてよ。なんでそんな。え、ごめん、聞こえなかった。もう一回言って。なんでそんなずけずけ言うんですか。え、あれ、もしかして怒ってる？わあ、ごめんごめんね。そうだよね、初対面の人に。なんで、なんで私なんかに謝るんですか。じゃあどうしたらいいの。私がダメダメなことくらい私が一番分かってますよ。だからってそんな女神の口から直接言われるなんて。うわぁ、変なスイッチ入っちゃった。くぅ、なんでこの肝心な時にネブヒヤはいないの。そして泣き出した。いい年した大人が泣き出しちゃったよ。これ間接的にとはいえ私のせいだよね。こんなとこ誰かに見られたら私の評判ガタ落ちだよ。また謝ったわ。またそうやって私をバカにして。ダメだ、手の施しようがない。もう私だって泣きたいよ。女神なんて、もう女神の私が悪かったよ。だから泣き止んでよ。女神なんて気が済むなら先に帰るから。私らしくない大失態だよ。人を笑わせるのが生きがいなのに逆に泣かせちゃうなんて。何この黒い塊。気持ち悪い。あ、ちょぼったまりつかないで。吸い込まれてる。違う、これ落っこちる。お前、いきなり使いこなしてんじゃねえか。使いこなし、そうだよ、お前がやったんだよ。確か遅いな、早く帰には慣れてるからね。これくらいで慌てたりはしないんだけどね。でも長いこと落ちてるな。この滞空時間は未知の領域かも。スピードも結構シャレになってない。あれ、なんか身の危険を感じてきちゃったよ。やばくね、これやばくね。どうしよう。待って、歩くの早いよ。あな
なたが遅いんでしょ。もうだからついてこないで待ってろって言ったのに。だって一緒に行きたかったんだもん。あそこに見えるのは女の子、しかも二人組。あれってすごいね、この距離からでも地上のものが判別できるなんて。それとも私の動体視力がすごすぎるのかな。バッターボックスに立ったら縫い目の数までバッチリ数えられちゃったりして。ってのんきなこと言ってる場合じゃないよ。ただでさえまずい速度で落ちてるのにこの距離。こうわー、どいて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 。えちょっと何ぼやーっと立ち止め。それは分かってるけど。でもなんて言えばいいのかな。本当にあなたはマイペースね。お空から人がね。空？人？確かに意味がわからないわね。多分落っこちてきてると思うんだけど。はあ？こんな何もないところでどこからどうやって落ちてくるっていうのよ。それでね、このままだとノワールちゃんに。私に？どいてどいてどいて！え？ノワール！うわぁ、すっごい音がしたよ。いったと。ああ、怖かった。おお、生きてた。大丈夫ですか？これくらい全然平気だよ。そう、毎回毎回記憶失ったりもしてらんないしね。プロなんだ、すごい。でもでも、いやごめんね、驚かせちゃって。私ネプテューヌ。え、あ、私はプルルートっていうの。よろしくね。なんだかたこ焼き大好き魔法使いみたいな名前だね。たこ焼き？なんでもない。プルルート、プルルートか。長くて呼びづらいし、プルルンって呼んでもいい？いいよ。じゃあ私もネプちゃんって呼ぶ。オッケー、プルルン。ところでここってどこかな。全然見覚えがないとこなんだけど。ここプラネテューヌだよ。最近できたばっかりなの。プラネテューヌ？嘘だ。プラネテューヌのことなら私隅々まで知ってるし。しかも最近できたばっかりって。そんなのあるわけないって。嘘じゃないよ、本当だよ。あれだね。さてはドッキリかなんかなんでしょ。でも騙す相手が悪かったね。プラネテューヌの女神である私がそんなのに引っかかるはずないって。女神なんだ。あれ、ネプちゃんもプラネテューヌの女神なの？何を隠そう、そうなのだよ。私もプラネテューヌの女神なんだ。そうなの？それおかしくない？神次次元ゲーム、ネプテューヌ、リバース3。何を隠そう、そうなのだよ。え、ネプちゃんもってどういうこと？私もプラネテューヌの女神なんだ。そうなの？うわー、すごい偶然。騙
たま落ちてきた先で私と同じプラネキューブの女神に会うなんて、それおかしくない？私がもう女神なのに、もう一人女神って、いつまで人の上でのんびり喋ってんのよ。ごめんなさい、ネプちゃんとのおしゃべりが楽しくてつい。で、そっちのあなた、いきなり人の上に落ちてくるなんて非常識にも程があるわよ。ごめんごめん、でも私だって落ちたくて落ちてきたわけじゃないんだよ。これにはやむにやまれぬ非常に複雑な不可抗力があったというか。ってなんだ、ノワールじゃん。謝って損しちゃった。は？なんであなたが私の名前を知って。もうノワールも人が悪いんだから、私とノワールの仲なんだし、そんな怒らなくても。何勝手に話進めてるのよ。質問に答えなさいよ。ノワールちゃん、ネプちゃんとお友達だったの？知らないわよこんなやつ。あなたね、初対面のくせに慣れ慣れしいんじゃないの。初対面？何を言って、ひょっとしてマジ怒りモード？わあ、ごめんごめんって。ほら、私全然平気だったから、そんなに痛かったって思わなくてさ。まとわりつかないでよ。私はあなたなんて全くこれっぽっちも知らないんだから。え、本当にわからないの？ああ、ひょっとして頭ぶつけた？そのショックでいろいろおかしくなっちゃった？頭がおかしいのはあなたの方でしょ。いいなあ、二人だけ仲良しさんだ。これのどこが仲良しに見えるのよ。そうだ、病院に行こう。お医者さんに見てもらおう。大丈夫だよ、絶対治るからね。医者が必要なのはあなたでしょ。はあ、もう何なのよこの子。仕方ないわ。ブルルート、今日はもう帰りましょう。でも、まあ今日でなきゃダメってわけじゃない。やだよノワール、私のこと忘れちゃう。あ、でも借りたゲームのケース割っちゃったとか、取説なくしちゃったとかは都合よく忘れてほしいけど。この意味不明なことを言ってる子をどこかで安静にさせる方が優先よ。それじゃ送ってつーか、偶然そうなっちまったって感じだけどな。笑い事じゃないですよ。だってさ、これってある意味自業自得だろ。すっげー高度でひねりまくった自業自なんとかって皆さんに報告します。人頼みかよ。なそれは大丈夫です、多分。だから何度も言ってるじゃん、私は私だよ。ノワールはよく知ってるでしょ。はあ、これはもうダメかもしれないわね。それじゃあネプちゃん死んじゃうの？死なないよ。私が死んじゃったらいきなりゲーム終わっちゃうよ。もうね、ノワールってばしつこすぎ。その手の知らないふりとかは適度に切り上げればギャグで済むけど、あんまりネチネチ続けたらいじめと変わんないんだからね。ふりじゃないわよ、あなたのことなんて本当に何も知らないんだから。まだそんなこと言って。でもでも私はノワールのこと何でも知ってるもんね。何でも、すごい。な、あなたが私の何を知ってるっていうのよ。言ってみなさいよ。もう言ってあげるよ。まずは当たり障りのないとこから。ノワールはラステーションの女神。うわ、
ノワールちゃんも女神だったんだ。